ハンス・アルベルト・アインシュタインは、スイス系アメリカ人の工学者、教育者である。アルベルト・アインシュタインと見ればマリッチの間に生まれた、第二子であり、長男である。カリフォルニア大学バークレー校の水理学の教授を長く務めた。海水路中の流砂、特に、総流砂の移動形態に関する研究などで有名であり、アインシュタイン型総流砂量式などに名を残している。 ハンス・アルベルト・アインシュタインは1904年5月14日にスイス・ベルンで生まれた。父はアシュケナ・ジム・ユダヤ人のアルベルト・アインシュタインで当時特許局職員として働いていた。母はセルビア正教信者のミレバ・マリッチである。二人の間には1902年にハンスの姉となるリーゼルが生まれていたが消息は不明である。1910年に 弟のエデュアルトが生まれた。両親は5年間の別居の後、1919年に離婚した。アインシュタインは両親と同じ重力比のスイス連邦工科大学に入学し、1926年に土木工学の学位を取得した。1926年から1930年まではドルトムントの協力プロジェクトで鉄鋼設計者として働いていた。 1931年から1938年までは、中立飛行科大学に新たに設立された、推理、土質力学研究所で研究員として働いた。1936年、同研究所で、技術科学博士号を取得した。博士論文、確率問題としての総流化重輸送は、運搬作用に関する、決定的な著作とされている。 父アルベルトはナチスの反ユダヤ主義の脅威から逃れるため、1933年にドイツを離れた。アインシュタインは父のアドバイスを受けて、1938年にサウスカロライナ州グリーンビルに移住した。1938年から1943年まで農務省に勤務し、土砂の輸送について研究した。1943年に、 カリフォルニア工科大学に移籍して研究を続けた。1947年にカリフォルニア大学バークレー校の水理学の准教授に就任し、その後聖教授、名誉教授に昇進した。マサチューセッツ州ウッズホールのウッズホール墓地にあるハンス・アルベルト・アインシュタインの墓姫、A.Life Devoted to His Students Research Music and Nature と刻まれている。 アインシュタインは、水理学関連の会議に参加するために、世界各地を訪問した。1973年7月26日、マサチューセッツ州、ウッズホールで開催されたシンポジウムに参加中に倒れ、心不全のため69歳で死去した。遺体は、ウッズホールの墓地に埋葬されている。論文は、カリフォルニア大学リバーサイド校の水資源。 コレクションアーカイブとアイオア大学のスペシャルコレクションズアーカイブスに所蔵されている。グッケンハイムフェローシップ、米国土木学会研究賞、カリフォルニア大学バークレー校表彰、ノー省賞厚労賞などの賞と栄誉を受けている。アインシュタインの推理学への貢献を称えて、彼の元大学院生が1972年にセジメンタチオン。 シンポジウム2オーナープロフェッサー H.A. アインシュタインを出版した。米国土木学会は侵食防止や体積、水路の開発で優れた業績を称えて1988年にハンス・アルバート・アインシュタイン賞を設立した。1927年、ハンス・アルベルト・アインシュタインはフリーダ・クネヒトと結婚した。父・アルベルトはフリーダに対して否定的だったも、 ミレバに対して否定的だった。アインシュタインとフリーダの間には、以下の4人の子供がいた。フリーダは1958年に亡くなり、1959年6月に、神経科学者のエリザベス・ロボーツと結婚した。1955年4月に、父アルベルトが倒れた際に、ハンス・アルベルトは、父が入院したプリンストン病院に駆けつけ、まだ意識のあった父と面会している。 その数日後にアルベルト・アインシュタインは死去した。アインシュタインは船の操縦が趣味で同僚や家族を連れてサンフランシスコ湾で頻繁にクルーズをしていた。また、実地見学や研究旅行の際には何千枚もの写真を撮り、その多くを自分で現像してスライドショーとして発表していた。また、父アルベルトと同様に音楽が好きでフルートやピアノを演奏していた。 ありがとうございます。